ヤクルトスワローズ村上宗隆選手です。よろしくお願いいたします。実は CM 撮影も演技をするのもこの撮影が初めてだったとお聞きしましたが、本当ですか？本当です。はい、すごくどんな感じなのかなってワクワクしたんですけど、はい、慣れないことも多く、なんかたくさん撮られて恥ずかしかったんですけど、まあなんとか周りの皆さんのサポートのおかげでいい CM 撮影ができたのかなというふうに思います。ものすごいかっこいい CM ですね。いや、最高です。ね、今の見たら100点でもいいのかなっていうふうに思っちゃいます ね、 ね、はい、やっぱり、人はどんな時も不安な気持ちにもなりますし、結果が出ないと、やめたいなとか辛いなっていう時があると思うんですけど、まあ、最終的にはやっぱりその目標に向けて、大きな目標に向けて自分がどんなことをすればいいかっていうところを見失わずにやれば、どんな苦悩やね、きついことでも一生懸命できるんじゃないかなというふうに思います。日本一に奪還を、奪還に挑戦したいなと思いますし、チームとしてリーグ3連覇というのは、今までに東京ヤクルトスワローズしたことないので、そこへも挑戦したいなと思いますし、まあ、自分自身、昨シーズンすごくいい成績を残したんですけど、まだまだできると信じているので、その目標に挑戦していきたいなというふうに思っています。進化し続けることだと思います。どんな時も常に、新しい自分を目指して成長し続ける、進化し続けることが大事だと思いますし、まあ、その中でこう自分がね、僕は野球をやってるので、まあ、いつか野球人生が終わるんですけど、その終わった時に本当にあ、いい野球人生だったなとか、いいプレイヤーになれたなって思えるように、常に残りの20年ちょっとですけど、必死に進化し続けていくことが大事かなというふうに思います。